小学六年生と中学三年生を対象とした全国一斉の学力学習状況調査が今日行われ、県内でもおよそ2万人がテストに臨んでいます。このうち仙台市大白区の富澤中学校でも三年生338人がテストに臨んでいます。全国学力テストは文部科学省が小学六年生と中学三年生を対象に行っているもので。 県内では367校、およそ2万人の児童と生徒が対象です。科目は小学生が国語と算数、中学生が国語と数学、それに3年に1度行われる英語の3科目です。今回の中学生の英語は筆記やリスニングに加えて話すを初めてオンラインで実施。話すのテストはアクセスが集中しないよう。 日日程を来月26ままでに分散して行います今日はテストのほかに生活習慣や学習環境を調査するアンケートも行われ結果は7月末に公表される見通しです。